3人投げたんですけども、はい、投げたボールがここにあります、はい、ちょっと高田プロの投げた後に僕はまたブライアンプロと投げたんでボールも変えましたけども、はい、最初は何ていうボールを投げてたんですか。最初はビヨンドリリクラス、まあ、ガジカルはい、ボールでちょっと、まあ、行き過ぎたりドライゾーンの反応が強かったんで、まあ、次のマッチでボール変えましたけど、はいはい、こっちの方がスムーズなボール、はい、そうですね、スムーズだし、まあ、タイトめに投げた時の余計な動きとかもないんで、あーなるほど、はい、気に入ってるボールで、まあ、ベンチマークで中間のボールで投げてます。私も Beyond Ridiculous も持ってます。あ、最近あまり使ってないけど練習したらボールのリアクションなんか手前からキャッチ、バックエンドかなりスムーズなボールです。あ、なるほど。僕も投げてますけど手前が強くて、はい、先の動きが出ないような、まあ、レイアウト的にピン PAP の距離を短めに取ったボールにしているので余計にそういう風になりますね。ラジカルのボールは結構レイアウトとか球質で結構差が出るね。そうですね、違いは出る。コアがね、はい、結構特殊な感じですね。高田プロは今オーラ、はい、見ましたね、どうでしたか。そうですね、僕が持ってる中ではまあ、大将のボールなんですけども、大将の中でもおとなしい感じの部類に入るボールを今日はチョイスしました。まあ、理由はそうですね、あまり動きを出さずにタイトに投げたいなというのと、なるほど、はい、でハイブリッドなのでそんなに強くもないですし手は扱いやすいボールでしたね。ブライアンは、はいはい、今日は究極グローブのインセプション DCT 投げました。もし YouTube 見てる人いたらクリス・バーンズベンチマークボールだと思います、はい、去年のオクラホマシティオープンの優勝決定戦のすごいリアクション、はい、マーシャル・ケント、マーシャル・ケントに負けましたけど、なんかオクラホマシティオープンもメインのチーム戦のシュートアウトクリス・バーンズもこれでした、まあね、クリスも調子良さそうだから、はい、それもすごいなと思うんだと思うんですけど、はい、このボール多分一番強いだと思う。あ、900グローブとしてピンダウンにしてもらいました。はい、レイアウトはどんな感じですか。僕だけピンアップ。お、ピンアップ。じゃあ三浦プロはそのラインナップ組むときにはピンアップのボールが多い。僕はそうですね、ピンアップ系が多いですね。まあ、半々ぐらいかな。でもブライアンプロは全部ピンアップですけど、こういうレイアウトを使いやすい、コントロールが良くて丸いです。僕は比較的ピンダウンのこのレイアウトが結構多くて、対象非対象関係なくこういうレイアウトがメインになってます。今日はウルタン、はい、ブライアンといえば、はい、ブルーハンマーだね。ブルーハンマーと最近ブラックウェドウルタンのボール、あれかなり曲がるんじゃないですか。曲がります。あ、ブラックウェドウルタンのショートパッドちょっと強すぎてオーバーアンダーという感じして、でもミディアムのパッドのフラットなパッドすごくいいと思う。ウレタンはね、あの海外なんかでもみんなあのウレタンでフラットのパッドガサガサにして投げたりしてね最近ね、日本の選手でも使う方が増えましたね。増えました、はい、僕はトゥルーモーション、ブランド行ってないトゥルーモーションが結構お気に入りで、はい、ウレタンファントムって昔の何十年前のやつ、僕
もう全日本のミディアムとショートで投げます。去年大活躍でしたね。奇跡の2位の最後は残念ながら。僕は相変わらずブルーハマーで。今度 MK チャリティーカップね、はい、どうですか MK チャリティーカップは今までは良かったですか。あプロになってから1回だけ出たことあるから僕もアマチュアの時はラウンドロビン残りましたけどプロになってからは全然良くないのでなるほど今年こそはまあでもね出るからには1位を目指してそうですね、はいはい、やっぱり、ね、今年はそうですね、僕自身もちょっと勝ちにこだわりながら生活を送りたいなととりあえず選抜を通過したいと思います。俺らはね僕は今年ね金枠がかかってるんでなるほどどうしてもシードというよりもね初タイトルを取りたいですね。壇上の試合ですね。そうですね、最近は男女共催が多くてどうですか、やっぱり男子だけで投げるのと男女一緒に投げる全然違うと思うんですけど、雰囲気もお客さんもわかります。で、例の出来上がり方もちょっと予想してる感じには仕上がらないなっていうイメージがあって逆にちょっと難しく感じてしまう時間帯が増える時と逆にもう最初から落ち着いて投げれる時と僕なんかホームセンターでいつも投げてて大体ここ立ってここ投げたらフレッシュのパターンとー、まあ、みんなそれぞれ多分あると思うんだけどこの間ちょうど谷合プロがリーグ戦代打で来てて一緒に投げる機会があったのでいつもこんな削れ方しないのにやっぱりこう多分ハイレグのボーラーが投げると、うん、もうこんな変化しちゃうみたいな回転数とかで全然やっぱ違うレーンなんて感じたんで、まあ、試合だと余計そういうのがもろに出るから横田基地のリーグも1回だけブラックウッドウルトン投げた、うん、自分は700シリーズ出したけどやっぱりチームメイトのスコア僕のせいで、ね、その後はウレタンを投げると削れ方がね、すごいですよね。だいぶ変わる。男女共催になると女子プロのファンの方にも男子の魅力を与えるチャンスでもあるかなと思うので、そうですね、まあ、そうですね、順位がダメだとしても最後まで、ね、すごいよっていうのを見せれたらなと思いますね。ではまず MK に向けてしっかりと頑張りましょう。そうですね、はい、頑張ります、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。